どうも、天ぷらです。藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今日はですね、もちろん、結構前かな、根建にやったあのおしっこのいたずらあれを、まあ、アップされる前に藤山にもやっちゃおうと。後回しにしましたからね。すごい新しいですね。意外になんか面白いものできちゃったんでね。見てくれてますかね皆さん。根建の会ね、はい、おしっこ掃除です、ね、このペットボトルの先にこれゾウさんのジョウロの鼻を切ってつけて、肌色スプレーで塗った、はい、こちらに、はい、まあおしっこ温度38.3°C のお湯とお茶、お茶はこう色味をつけるため、入れたおしっこ色にした、おしっこ色としておしっこ温度になったお湯&お茶を僕のこのズボンの下に設置、忍び込ませて、チャックから開けておいて隠しておくと。で、良きタイミングでちょっとトイレ行ってくるわ。トイレに行く途中でダメだ、我慢できない。じゃあ、損傷が見られたんでね、この辺ちょっとスプレーが、こうやってちょっとはげてるところがあるっていうね、見えます？はい、2、3箇所ありますね。こういうところをちょっと補修してからまた臨みたいと思います。だってわしづかみにしたからですか。そうかもしれない、その時の爪が。補修って、いるの？補修？補修言いますよ、これだって針の穴ぐらいの下なんだけど。これ結構また溜め取るつもりでいるからね。あ、これを何だ、結構溜め取ってからバーベルと一緒で、はい、いろんな人を溜め取ってから小出しにする予定だから。あ、なるほど。時間ぐらい股間出してますからね。そうなんですよ。尿道の方にも色塗りたい。そう。あ、尿道って呼んだ。ちょっとここね、ビニールテープの層みたいな、ミルフィーみたいになったから、はい、乾くの待ちましょう。はい、おしっこを入れていきたいと思います。五平、五平、おしっこ五平しかない。ではないんで、偽おしっこですね。はい、あ、入ってます。じゃあこれ熱々の、はい、お茶をね。はいはいはい、あったかい。色味あ、すごい。うわ、ちょうどいい、はい、どうですか、この温度はどうですか。あ、温度も、はい、あ、生温かくなりました。あ、完璧。ちょうど生温かくなりましたよ、皆さん。尿色ですね。いや、そんなことがあるのね。尿色、もうちょっとあったかい方がいいかもな。いきますか。うん、あ、いい温度ですね。出来上がりました。さあ、蓋しましょう。はい、こうしてましたね。天ぷらが日本一だから。はい。日本人がいないですよ。そしてスライドさせしろを。させしろをまず。掛かりを。はい、前回。はい。はい。あ、すごい、なんかすごいスムーズに作業が進んでますね。二回目になると手際いいですね。はい、さあ、じゃあ早速忍び込ませて。はい、もういいよね、やる練習もね。今回でもどうしますか。何ですか。逃げるというか。ほう、あー、ただあの追いかけしろもあるよね。なるほど。逃げしろもあるけど、かけながら、ね、うん、追いかけ回すということですか。か、両脇挟む。押さえます。一応押さえておいて。どう押さえます。
座ってますよね、多分。うんうんうん。じゃあそれを僕もちょっと立ち気味からこうです。そうだ、中腰だね。はい。うん、もうスポーツだと思って抑えに行くわけじゃない。スポーツ、スポーツ、ちょっと思って、ね、どういう絵だこれ、ほんとに。これ今回難しいのは、あの床に座らなきゃいけないっていう。そうですね、前回背もたれがあったから。あ、なるほどね。上着で隠しちゃう。上着では隠してました、この間も。あ、なんかテント張ってるみたいな。いや、でもね、これ座ったら分かんないじゃん。ちょっとテント張ってる。ちょっと今、あの、なんかちょっとテント張っちゃってますけど。まあまあ、立ってないです。そんじゃあ、だから、はい、トイレ行ってくればって言って行って、そんダメだ、我慢できない、じゃあこれね、なんで左かな、あっちかな、なんで戻ってきたの、あの歩数でそのまま行けばいいんですけどね、うん、トイレに行く歩数歩いてたもんね。さあやりましょう、これで、ね、もうだからこれ企画として今日呼んでますから、はい、企画はもう決まってるんですよ、うん、あ、藤山が昔やってたなんか銀人っていう、はい、だからこれはもう企画を見てるから、あ、この企画の前にそんないたずらしてたのかと、うん、そういう感じでお楽しみください。偽おしっこをかけられた時の藤山のリアクション楽しみましょう。さあ始まりました、寿司企画、天ぷらこと大村です。藤山です。さあ今回なんですが、やりたいことは、うん、銀人相撲大会。はあ、懐かしい。はあって言ってますけど、銀人って分かんないでしょ。分からないです。もう知らないと思うんですよ、銀人、うん、この銀人の名付け親は藤山なんでね、はあ、まずその銀人って何っていうのをちょっと藤山に説明してもらおうかな。あ、一旦ちょっとあれですね、僕がちょっと座高一人だけ高いですよね。これの説明しとかなきゃ、ちょっと腰言わしちゃいまして、ここに寝袋を挟ませてもらってます。なるほど、はい、うん、すいません、ということで、じゃあまずは、あ、じゃあちょっとトイレ行ってこうかな、一回トイレ止めてもらっていい。一回銀人、銀人の説明からいこう。だ、アルミホイルをとりあえず。アルミホイル必要なんですか。うん、もっといい。ダメだ、頑張って。何してんの、頑張って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 、これお茶？お茶だよ。お茶か。水とお茶。頭キラキラしちゃった。俺がお前におしっこをかけるわけないじゃないか。かけるわ。風呂でかけられたの昔。